今日はダイヤキマンも自分も休暇、さすがに連日だしねと思ってたのに行くことに。ちなみにマーキュリーさんと大玉さんはすでにいることは知っているので、ジョーカーをとりあえず聞くとする。大玉さん、たまたま釣れませんでした。紅岩の話なのか魚の話なのかよくわからなかったけど、とりあえず当たりはあったが釣れていない様子。マーキュリーさん、水に変わってお仕置きされてます。こちらも当たりがあったが釣れていない。大玉さんはすでに限界らしく23時に帰宅準備。するとマーキュリーさんが1匹あげた。大玉さん、今回はたまたま、そうたまたま譲ってやるぜ。いや、他人の金玉はちょっと欲しくないですね。23時、大玉さん帰宅。自分は釣れてない希望を求めて西側へ移動した。0時までに当たり2回、しかもラインカッターという結果になり最悪。しかし1匹あげたいがために道具を作り直す。1時、とりあえず1匹釣れた。釣れたので東側へ報告ついでに移動。マーキュリーさん、あたり1で帰宅準備へ。自分も諦めてもう1箇所へ移動開始。停泊していた船舶はすでにいなくなっていた。すっきりとした前の姿に戻っていた。潮目もバッチリで、とりあえず投げる。当たりがあり、そして同支所へもう一度投げるとやっぱり当たりあり。4回ほど当たり連続あるの。針にかからない。これはタチウオじゃないのかなと思って即合わせすると、針金が伸びたがかからなかった。タチウオなのは間違いないらしい。何度も同支所で当たりがある。10匹ほどキビナが遅れてやったくらいで当たりがなくなった。満腹になったんだろうか。2時過ぎ、諦めて帰宅準備。結局1匹エンド。当たり自体はもう1箇所のが良かった。トゥルスは当たり回数が少なすぎた。満月がダメなのか時間なのかわかんないけど、とにかく寒かった。